ポジションが割り振られている。例えばシューティングガードが同時に2人以上出場したりと、コート上の5人の戦略戦術によって自由に配置することができます。アルバルクでは2つのポジションを受け持っている選手もいます。続いて試合時間。